こんにちは、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。最近のビデオでですね、私がどんな感じのビデオを作っていこうかなっていう話をした時のコメントで、かなり食べ物のことが多く書かれていたので、じゃあなんか近々なんか一日何食べたとかいう What I eat a day っていうビデオでも作ろうかななんて考えてた矢先にですね、子供がインフルエンザになりまして、で看病してましたら、まあ私もいい感じに具合が悪くなりましてですね、でそんなことしていたら今度は卒業式シーズンっていうことで、なんか子供たち学校早帰りとか言って、なんか全然自分のペースがつかめない感じの最近でございましたが、この日はですね、朝思い立って、じゃあ今日ビデオ回そうっていうんで回したんですけど、ちょっと思い立ったんでね、あんまり冷蔵庫とか準備できてない状態だったんで、もうもろ、まあリアルっちゃリアルなんだけど、まあそういう感じの、What I eat a day っていうビデオになりました。もしかしたらまとまりがなってないかもしれないですが、よかったら最後までお楽しみください。この日の朝ごはんで食べたものはすべて作り置きで冷蔵庫に入っていたものなんですが、まずきんぴらごぼうと、これが YouTube ですごく再生回数のある漬物ですね。リンク貼っておきますね。で、これが前日の夜作った野菜炒めかな。で、水菜ときゅうりとツナの、これはマヨネーズで和えたもの、すごく美味しいです。で、これはね、春雨なくなってるけど、春雨サラダ。で、これはきゅうりの浅漬けっていう感じですね。最近は朝ごはんも日本食って絶対に決めていて、なんかご飯のことを考えれば考えるほど、やっぱり朝血糖値が上がりにくい、日本食が一番いいんだっていうのはもう分かったので、で、朝は日本食っていう感じで、決めてます。いただきます。こう盛りすぎたな。余り物いっぱいあったから盛りすぎちゃったかもな。うまっ。最近はこんな感じで、朝質のいい朝ごはんを食べようと頑張っているので、そうなってくるとジムの時間が削られるんです。で、今まではその朝ごはんを作ってたりとか、ゆっくり食べている時間にジムに行ってて、なんで朝プロテインシェイクとかで朝ごはん済ませてたんですけど、やっぱり一日の食事を見て、もうバランスも良くないし、自分にも良くないかったんですよね。だから朝時間かけて質のいい朝ごはんを食べるようになったら、朝ジムに行く時間がなくなってしまって、なんでちょっと最近、見つけては、時間を見つけては行くようにしているんだけど、なんかなかなかスケジュールがうまくいってない感じですね。早くこうはっきりとした健康的なスケジュールを見出したいですね。いやー、食べたわ。お腹いっぱい。お水を最後ガブ飲みしたことによって今お腹がすごくいっぱいなんだけど。はい、ごちそうさまでした。これから図書館に行くんだけど、持っていくのがね、この水と、あと最近コーヒープロテインっていうのを買ったの。プロテインシェイクのコーヒー味のやつを買ったんです。だからそれを作って持っていこうと思う。このプロテインシェイカー、
に入れていくんだ。私が使ってるのはこれなんだよ。本当にめっちゃコーヒーだし、なんか自分が作ったコーヒーと混ぜるのかなと思ったんだけど、もう違くって、このパウダーをこのシェーカーに入れて、お水とアイス入れて終わりなので、もろコーヒーだし、ちょっとエスプレッソな感じでコーヒーだし、めっちゃコーヒーだしね。あと私はすごい美味しくてすごい好きだし、なんかコーヒーを好きで飲むけど、なんかそれになんかちょっとこうポジティブな感じで飲みたいなと思って、で朝起きてコーヒー飲むときは普通のレギュラーのコーヒー作って、そこに MCT オイル入れるんだけど、まあそんな感じで、なんか日中ね、まあ、MCT オイル入れるだけでもいいんだけどさ、このプロテインシェイクのコーヒーだからいいねと思って、そう試して美味しいです。でこれにお水入れて、お水入れて、これさ失敗なのがさ、まずはじめ水入れなきゃいけないので、パウダー入れて混ぜるとたまんないんだけどね。今見せたくてやってたらそんなのなっちゃった。うまい。これ。これと、これを持っていきます。まあ、これはなんかスナックな感じ。で、多分、図書館やるときに小腹すいたら、これが多分、プロテインだからさ、フィルしてくれるお腹を。じゃんっていう感じ。ほら、じゃあ行こう。できたじゃん。よし、これからお昼食べます。この鍋にですね、お水を入れて、どうしよっかな、せいろを蒸そうと思う。濡らしてね。私のちなみに24センチです。で、これさ、これも24センチの買ったの。したらなんか、わかります？なんかちょうどすぎて、こっちも一回り大きいサイズ買えばいいと思った。もしこれからせいろを買いたいのを買いたいと思ってる方は参考にぜひしてください。じゃん。で、これさらしなんだけど、なんだっけ、煮沸消毒だ。そうそうそう、これはさらしなんだけど、これはさらし、さらしっていうよね、ガーゼ、ガーゼじゃないよね、なんて言うんだっけ、さらしだよね、布。これに、これは昨日煮沸消毒ちゃんとしっかりしてるやつで、でこれを濡らして、で敷くじゃん。もちろんキャベツはいいじゃん。あとこのえのきがあるから入れて、昨日ね、煮た感じでキャベツとレタスが少し残ったからレタスも乗せて、で葉っぱなんだけど、でその上に水菜も乗せて、で
このえのきを上に乗せて作ったんだけど、あのシャリシャリして美味しかったレタスと水菜だけど今日はないからで早く作っちゃいたいからさ、このレタスこれもうバチッて切るんじゃなくて3、4枚むしってむしるやん。3、4枚取ってのよし。これちなみにあの生活クラブのやつ、野菜は全部生活クラブで買ってます。洗うじゃん、水で洗う。でこのえのきはこんぐらい残ってんだけどさ、これ全部入れよう。なんかさ、朝ごはんすごく食べたじゃん私。だから今そんなにお腹空いてるかって言ったらそうじゃないんだけど、でも今スキップしようとすると後々大変なことになるんだよねまたなんか量多めに食べちゃったりとかしてとか、あと夕ご飯の時間が遅くなる、あのお腹空くのが遅くなるからとかで、うーんとバランスが悪くなるから、一番理想的なのはさ、朝あれだけ食べた後にエクササイズして運動して、でさっきぐらいな感じの勉強量もして、でお昼しっかり食べるっていうといいよね。なんだけど、まあとりあえずお昼はちょっと待って、あのさ、ちょっと待ってね、まな板小さいよ、小さいよ、ちょっと待ってよ。なんで急いでるかというとね、娘がさ帰ってくんのよ。もう今学期が終わるじゃない、新年度に入るじゃん、その学校ので、半日だけなんだよね今の時期。で彼女が帰ってくるとさ、すごく私のカメラ撮ってるのを邪魔したりするの邪魔したりするの。フローレンスは一緒に行ってすごく楽しいんだけど、すごい楽しいから、なんか彼女がお友達でいるタイプだったら絶対楽しいんだけど、でも私はビデオに入ってほしくないからだからそう、これどうしようかな、このままざく切りでもいいんだけど千切りでもいい、美味しいんだ、千切りにしようか。千切りにして、はい、ないね、おまんじゅうがいいんすかね、あ、こんなにいいか。で、これかなり多いけどすぐしなるで、私はさ、ハワイにいるときにセイロ持ってたんだけど、引っ越しの際に置いてきたんだよね。小さめのやつだったんだけど、リサイクルショップで買ったやつで、もう持ってこればよかったっていうのが結構ある。それだけの、それだけが後悔かな、ハワイから持ってこなかったので後悔したの小さいセイロが後悔。OK、すごない？見えます？なんかすごいんだけど、すごいことになってる今すごいことになってるじゃん。 OK、 ちょ、 Get closer、 Get closer 今ね、 OK、 今こういう感じよ、見える？今こういう感じ。蓋もします。あ、帰ってきたんじゃない。I want だから、そうだね。これで蒸すよ。これで蒸すよ。あ、いいよ。
はい、じゃあうちのクレイジーな娘が帰ってきましたんで、彼女の昼も作っていきます。このね、韓国海苔なんだけど、見て中身がさ、全然量が少ないし、あの化学調味料系全然入ってないのね。もうすっごく美味しいの。これ Amazon で買えます。リンク貼っとくからぜひチェックしてみてください。これさ、アジアの子供あるあるだと思うんだけど、何でも韓国海苔に巻いたら食べるでしょ。なんではい、ご飯を韓国海苔に巻いております。はい、まあ、ちょっと軽くごま散らしたぐらいにして、彼女はこれが大好きですね。はい、娘のランチの完成です。彼女も作り置きのきんぴらごぼうと、あと昨日の残り物の野菜炒めを食べます。今見せているお水のピッチャーは、一番上のお兄ちゃんがモンテッソーリの学校に行ってる時からずっと使っているやつなんですけど、子供サイズにできているお水のピッチャーで、なんかご飯食べる時にお水取ってとか何回も言われるの嫌じゃないですか。だからもう水そこに汲んでおいて、で子供たちが自分で飲みたい時に汲むっていう感じでいつもテーブルに置いてます。私は Amazon で買ったので、もしリンクが見つけられたらそれも貼っておきますね。私が今見せているこのサラダ、しょっちゅう作るんですけど、超簡単なんです。冷凍の枝豆とか、あと缶詰のコーンとかがあっちゃえば、もうそれバーンって入れて、であとブラックオリーブスと、あとひよこ豆入ってたかな。まあ何でもかんでもなんかそういう感じの小さめのやつをあのボウルに入れて、オリーブオイル入れて、塩コショウ入れてっていう感じで、でもし入れたかったら野菜、なんかきゅうりとかトマトとか小さめに切って入れて、であえておしまいっていう感じ。ちょっとたまにレモン入れたりとかするんだけど、そういった感じで簡単に作れるんで、めちゃくちゃおすすめです。これも冷蔵庫にあった残り物ですね。はい、これが私のお昼ご飯です。ポン酢醤油柚子って書かれてる生活クラブのポン酢で、この蒸し野菜を食べようと思うんですけど、私あんまりこのポン酢好きじゃないですね。ちょっと柚子が強くてあんまり好きではないけど、これしかなかったんでこれをかけていきます。朝とお昼はお米を食べることが多いんですけど、なるべく 130g ぐらいにしていて、でそうすると食べ過ぎもせず、なおかつ少なすぎもしないからお腹も減らなくって、あとあとで、いい感じなんで 130g ぐらいで収めてます。で、基本白米と玄米を半々ぐらいに混ぜて、で最近はもち麦っていうのも混ぜて、食物繊維が強い多めらしいんで、それも混ぜて、ご飯炊いてます。おいしいだろおいしいだよ。おいしい、おいしいよでいいんだよ。ランチの後はですね、私のジュエリーをお直しに行って、それを待っている間、めちゃくちゃ昭和の匂いのするカフェを見つけたんで、そこに娘と一緒にお茶しに行って時間を潰しました。あとショコラルバーブもください。
はい、帰ってきました。ですね、この日はコストコに行くことがゴールで、で、それでから、ジュエリーをお直しに行って、で、それでカフェでとかいうことが起こった日なんですけど、そうです。コストコに行ってきたんですね。で、コストコの、購入品ちょっとチャチャチャっと見せていきます。まず、MCT オイルですね。めっちゃ買い、この大きさと、あの値段はめっちゃ買いだと思います。それと、モッツァレラチーズを買いました。このモッツァレラチーズは、スライスされているやつなんで、まあ、使いやすいです。チーズは、アディクションですね。皆さん、チーズはやめられないですね。チーズアディクションですね。はい、このトルティアチップスオーガニックのやつです。めっちゃ美味しくって、うちの子供が特に大好きですね。すごくシンプルなものしか入ってなくって、で、塩気もね、すごくいい感じなんで、子供たちすごい好きです。すごいおすすめですよ。ヘルシーなチップスって感じですね。このトルティアチップスと、あと、今見せている納豆は、もう一個、娘に食べられてるんですけど、絶対に買えます。コストコ行った時は。これを買いにコストコに行くっていう感じですかね。3つパックで私は3セット買いました、今回。あと、間違いなく、このベイキンソーダ、大きいサイズですね。これも絶対買えます。洗濯物に入れたりとか、洗い物に使ったりとか、あと野菜とかフルーツ洗うのにも使ってるんで、大きいサイズいつも買ってます。あと、ナプキンですね。ナプキン。これ、オーガニックって書いてあるんだけど、正直なところ、どこまでオーガニックで 100% っても書かれてるから、ちょっとどのぐらいオーガニックなのかなっていうのをいつも思いながら、買ってるんだけども、まぁ、ちょっと信じて、オーガニックコット 100%、はい、これ使ってます。今見せてるのは猫のおトイレ用の砂なんですけど、うちね、いいと呼ばれるのは結構使ったんだけど、あまり匂いとかね、やっぱりね、量も多いから気になることが多くって、で、これどうかなと思って初めて買ってみたんだけど、今の時点で、編集してる時点で使って1週間経ってるけど、結構気に入ってます。だからもうおすすめできるかなって感じかな。で、最後にコストコのトイレットペーパーでおしまいです。食料品はね、普段こんぐらいしか買わないです。コストコでは。基本オーダーしてるんで、こんな感じでした。子供たちがうるさいからペンチュリーに来たんだけど。疲れた、マジで。やばい。今日、What I ate a day なんだけどさ、なんかすごいビログっぽくなっちゃうんだよね。ビログっぽくなっちゃうんだよね。ちょっと頑張ってるんだけどさ、癖でさ、ビログっぽくなっちゃうから、ちょっと無駄に長いかもとか思って、いやー、まあいいや、とりあえずこれからディナーを作るんだけど、とんかつをもうちょっと、私がさ、このオーダーしている生活クラブって、自分が申し込んでオーダーして、センサーそう申し込んでオーダーするじゃん。そしたらその翌週に本物の商品が届くだから、1週間先のことを考えてショッピングしなきゃいけなくって、ちょっとそれもさ難しいんだけど、とりあえず、そうなるとやっぱなんかね、こうシンプルな感じになっちゃうんだよね。とんかつとかさ、なんか炒めとかさ、なんかそんな感じでバババッと頭に思いついたものを、まあ、1週間後食うだろうと思ってオーダーしてさ、結構そういう風にいかない時とかも多いんだけど、とりあえずとんかつ作ってね、とんかつみんな好きだからさ、私はさ、ケーキなんて食べる予定じゃなかったんだけど、そういう流れになっちゃって、フロリーというといつもやっぱ女子だよね、本当女子でさ、あ、待ち時間ある、じゃカフェ行こうみたいな、コーヒー飲もうみたいな、お菓子食べようみたいな感じになっちゃうわけ。そうで、だからそこに来てのとんかつはちょっと嫌なんだけど、私的には、私のダイエット的には、あんだけキンキンに甘いケーキを食べた後にとんかつ、まあ、とんかつ自体あんまりね、揚げてるし
あんまり良くないんだけど、まあ、子供たちが喜ぶし食べやすいからっちゅうんで、とりあえずとんかつとアスパラは、あれは普通になんか何焼いて塩コショウ、オリーブオイルと塩コショウでいいじゃん。でトマトとチーズ、モッツァレラチーズ、あれはちょっとサラダみたいな感じして、で、あ、そう、キノコの炒め物みたいなのを作ろうかなと思うぜ。よし、じゃあ戦場に戻ります。はい、今日使う食材です。全部これも生活グラブから買いました。とんかつで使う豚ですね。お肉は全部日本産なので、すごいそれもいいですね。味も美味しいです。で、トマト、これはサラダに使おうかなと思って、トマトですね。で、今日買ったモッツァレラチーズとトマトで簡単なサラダを作ろうと思います。で、アスパラは簡単にソテーして、キノコたちも簡単にソテーしようかなって思ってます。キノコ美味しいですね。キノコはとても、あの、栄養高くっていいです。はい、私がこれからやるとんかつはですね、卵とか牛乳とかそういったのにアレルギーのあるお子様がいるお家の方にものすごく
おすすめです。私が今使っているのはビーガンのマヨネーズなんですけど、ビーガンのマヨネーズだったら何でも大丈夫です。普段のマヨネーズはさ、卵でできているんだけど、これはまあオイル基本的に使われてて、でまあ他にいろいろ入ってるんだけどさ、ビーガンマヨネーズってアマゾンとかまあお店でも最近はいっぱいあるから何でもいいんで、それをまず、こういった感じの入れ物に入れます。で今何を作ってるかっていうと、そのパン粉とかをつけてさ、こう揚げ物をするときに、だいたい普段はほらなんか小麦粉、卵でパン粉をつけるでしょ。で私が今使ってるのはその液なんだけども、今普通にうちのお水、タンクがあるんですけど、そのお水タンクからまあただの水よ、飲む水よ、それをマヨネーズに入れて、マヨネーズ今ちょっと溶かした状態なんですね。でそこに今何を入れてるかっていうと、米粉を入れてるんです。普段だったら小麦粉を使うと思うんだけど、ちょっとグルテンを気にしているので最近はなんで米粉を使って作っていきます。でさ、この3つのものを混ぜて、こうちょっとドロッとしたような感じのテクスチャーにするんですね。絡みやすいような感じ。でそれで隣にパン粉を敷いてるって感じかな。そしたら次にお肉をやっていくんですけど、まあ、こういった感じでペーパータオルで血を拭き取ったりだとかお水拭き取ったりしたら、フォークで両面を突き刺しまくって、でその後に包丁の裏側ありますよね、切る方じゃない方で叩きまくります。でまあ、これは別に包丁じゃなくして、なんか木の棒とかでもいいんだけど、まあ、叩きまくってすごく平らというか、ね、お肉をこう平たくしていきます。でその後に塩コショウで味付けするっていう感じかな。